皆さんこんにちは。次はお名前いただいてもいいですか。はい、太鼓手龍月の千田と申します。太鼓手龍月佐藤です。太鼓手龍月の橋本です。太鼓手龍月の大山です。大山さん、こちらは太鼓のグループですね。はい、お名前は。太鼓手龍月と申します。龍月、すごいかっこいい名前ですね。あ、いつからやっていますか。ソロでは20年前から代表が始めて、太鼓手龍月となったのが10年前からです。結構ベテランですね。すごい。こちらの方は本日こちらで何をやっていますか。何の曲、何をしたいと思いますか。11月29日 YouTube でオンライン日本文化祭を流されます。このイベントに参加して生でパフォーマンスすると思いますか。何のパフォーマンスするかな。何か一言ありますか。言っちゃっていいんですか。いつもはいろんな音楽とコラボして、既存の音楽に合わせて太鼓を打ってるんですけど、今回ちょっとオリジナルの、楽曲で、みんなでいろんな種類の太鼓で叩こうと思ってます。はい、今回のこの日本文化祭のために書き下ろした楽曲で和太鼓パフォーマンスをさせていただきたいなと思っております。お、すごい、ありがとうございます。では見る人たちに一言挨拶がありますか。はい、トルコの皆さん、日本の、和太鼓をぜひ楽しんでください。11月29日楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん見てね、楽しんでね。